ジョゼフ、ジョー・イデアロは、ニューヨークの五大ファミリーの一つ、プロファチ一家のメンバーで殺し屋。別名クレイジー・ジョー。ナポリーミンのもとに、ブルックリンで生まれた。三兄弟の次男。1950年代初め、プロファチ一家に入り幹部ハリー・フォンタナの配下となった。ブルックリンのレッドフック地区から、プレジデント・ストリートにかけて、ナンバーズ・賭バク麻薬、売春で稼いだ。 ギャロの縄張りはもともと、ナポリ系、カモンラの地盤で、ラッキールチアーノラの協定により、ジョゼフ・プロファチの参加とさせられた経緯がある。後、ハーレムなどの黒人の縄張りまで進出した。プロファチに、上納金を渡さずに参加に、多数の兵隊を抱えて、バズーカや爆弾で武装化する反独立グループを、形成した。ビト・ジェノベーゼ・ハイカのトニー・ベンダー・ストロロと、親しかった。 また一説に1957年のアルバート・アナスタシア殺害の実行犯と目される。1950年代後半、一家の賭博屋でギャロの友人、フランク・アバト・マルコが警察の手入れにより収入が激減したためプロチへの上納金を滞納した。アバト・マルコはギャロの入れ知恵もあり滞納し続け、未払い上納金は5万ドルに達した。 1959年11月、プロファチの暗殺指令により、ギャロはアバトマルコを殺害したが、その組織の大部分を引き継ぐという約束を無視されたため、プロファチに反乱を起こした。カルロガン・ウィーノに苦情を言いに行ったとも言う。1961年2月、副ボスのジョゼフ・マリオッコラファミリー首脳部5人を一時、拘束して、フロリダにいたプロファチと遠距離交渉したとされる。 半数以上のメンバーがギャロ側に着いたが、ほどなく、プロファチは復讐を開始し、報奨金を餌にギャロ派の切り崩しを図った。ギャロ一味のニコラス・ホラノとカーマ・インペルシコがプロファチ側に寝返り、また、一味内部のプロファチのスパイ、ジョン・シモネがギャロ側近のジョージェリーを殺害したことで抗争はエスカレートした。ボナンの一家もギャロに圧力を加えたとされるが、ギャロ本人は、 のんびりした様子だったと伝えられる。一連の抗争は、ガンビーノやトーマスルッケーゼの支援を受けていたとされる。1961年、強化ツユス容疑で告発され監獄送りとなった。残ったギャロ派は、プロファチと抗争を続けた。週刊中は油絵を描いたり、小説などの読書に時間を費やした。1971年2月に、 アッティカ刑務所を出所するとプロファチを継いだ、コロンボ一家と闘争をはじめ、一説に黒人ジェローム・ジョンソンに、コロンボを狙撃させたとされる。またハーレムのアフリカ系アメリカ人、暴走族のヘルズ・エンジルスとも結託した。1972年4月7日、リトル・イタリーのカニのレストラン・ウンベルト、エスクラムハウスでの43歳の誕生日を祝う、家族パーティーの最中、 乱入した三人のヒットマンに五発の銃弾を浴び、路上へ出たところで絶命した。後年政府の密告者に転じた、コロンボ一家のジョー・ルパレッリが、コロンボ一家のヤコベリア・ペルシコの指示で殺したと、証言し、ルパレッリ、フィリップ・ガンビーノが、レストラン街で見張りに立ちソニーピント以下三人が、実行犯だとした。コロンボ殺しの司会しとも、自伝本を書く準備を進めていた。 ギャロの口封じとも言われる。ジミーホッファの旧友、フランクシー乱説もある。アーカイブされたコピー。2007年7月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年4月24日閲覧。ありがとうございます。